氷川きよし大阪に来たでー。モノトーンナを忍びこうで披露。年末には大阪でディナーショー開催。歌手の氷川きよしシが28日に自身の SNS を更新。プライベートショットを公開した。インスタグラムでプライベートで大阪に来たで。やっぱり何回来ても大阪はえなあ大阪めっちゃ好きやねんと綴り。 大阪に訪れたことを関西弁で報告。黒のジャケットにスキニーパンツを合わせ、新幹線のホームでポーズを決めたショットを投稿した。写真、ブロンドの清四十七歳美形ぶりにネット騒然。12月20.21.22日進化膝でコンサートそして12月26.27日。にホテルニューオータに大阪でディナーショーがあります。お楽しみに。 と続け、ファンへ向けてライブを告知している。ストーリーズで、久しぶりに12月26.27と私ニューオータニ大阪でディナーショーをやります。お問い合わせで電話が大変みたいです。とても気、うれしい叫びありがとうございます。なくなって、転売高額チケットで買わないでくださいねどの講演も、チケットはお早めにお願いします。と嬉しい悲鳴を伝えた。